与党3党の党首が集まって基本政策閣僚会議が開かれる見込みです。動きはどうなっているでしょうか。細川さん。はい、つい先ほど午後6時から開かれると正式に官邸サイドから発表がありましたので、まもなく始まるものと思われます。この基本政策閣僚委員会には、岡田外務大臣や北澤防衛大臣ら関係閣僚も出席することになっています。これに先立ちまして社民党の幹部会が福島党首も出席して開かれていました。でつい先ほど終了したんですけれども、福島党首はスケジュールを確認しただけだと述べていました。福島党首はこの幹部会に向かう前ですけれども、社民党の方針に変わりはありませんと語っていました。つまり昨日の常任幹事会で決めた署名しないという方針は変わらないということです。社民党のある幹部は参議院選挙で社民党が協力しなければ民主党は負けが込むし、優政法案だって成立しなければ国民新党も困ると牽制しています。基本政策閣僚委員会では鳩山総理が福島党首の理解を得られるのかどうか最後の機会となります。鳩山総理は今日中に政府方針を決める段取りをすべて終えて決着期限としていた5月を乗り切りたい考えで、つい先ほど鳩山総理の記者会見が午後9時から行われると発表がありました。